者です。今回はここのチャンネルアートとアイコンを変えていくよ。あ、ドレス素材を借りしました。借りたやつのリンクは概要欄にあるぞ。とりあえず作者のカラ線が描くで。ゆっくりの立ち絵とえらい違いやけど、そりゃゆっくりのやつは今んとこキツネさんの東方のとかジャンゲマのとか使ってるからな。そりゃ別になるわ。だからオリジナル立ち絵作るって時に箱のチャンネルアートとかの見た目に変わるで。でそっから下塗りしていくで。基本的に線が描いたんと同じ順番やな。セシルとエレナの線が同じレイヤーに描いて下田から調節するで。そっから色塗りに戻る。だいたいベタ塗りで済ますわな。ミリアの髪とベルの服は例外。で場所調節して影描いていくぜ。基本的に選択範囲で描いてから新しいレイヤーに屈正して合成方法変えるだけやな。ソニックチャンネルのファンアートのはそれなりに気合い入れるけど、これはまた別の話で。チャンネルのロゴ入れて、背景入れて、サイン書いて完成。こんな感じになったやで。画面左からレイナ、ベル、エレナ、セシル、作者、ミリア、サラ、リアム、ノエル、クロエになっとるで。次アイコンな。目安の円入れて、ヘッダーのミリアと作者入れて、ロゴ入れて、影を別で塗って、ハイライトも塗って、背景つけたら完成。これは一から作ろうともしたけど諦めた。これで作の宿チャンネルリニューアルやな。ってことでこれからもどうぞごひいきに。ご視聴ありがとうございました。